で、ミッキーとドナルドのスタンプがこんな感じになってるんだけど。はい、どうも、サンドの飯より前浜大好き KD チャンネルの K です。ね、ディズニーランドとしてはね、もうお早いことにね、お正月のね、グッズが出てるということなのでね、今回お正月のグッズね、5000分買ってきたので、ご紹介していければと思います。早いよね、お正月。まあ、でも、これからの時期って、お土産渡すの、なんて言うんだろう、年末年始の年始の方とかだったら、お正月の方が良かったりするよね。一つ目に買ったのが、こちらの、イノシシの、プンバのぬいぐるみバッジです。可愛くない?プンバがね、こう、だるまの格好してて、イノシシ2019って書いてあって、お値段1300円でした。安いよね、普通のネイバーに行って1800円ぐらいするのに1300円でした。続いてね、お正月ならやっぱり買っちゃうよね、年賀はがきです。お値段620円なんだけど、年賀はがきが入っております。1枚目がすごいね、メインアートだね。このメインアートだけね、保管用にしてもいいかもね。お、ごめんなさい、逆で。お、いいね、これもなんかお正月っぽいっすね。ランドとシーのね、印象的にね、だるまがまた、渡された時嬉しそう。俺、これだから一番いいかな、今のところ。で、縦向きのバージョンですね。コマとかがいいね。おー、これもいいね、メインアートが。これも俺、使いたくないな。保管しよっかな。横のバージョンもありますね。横はいいかな。まあ、5枚セットになっていました。裏面は、こんな感じになっております。このミキミニのもいいし、あ、これちょっとお正月っぽいね。プンバとかもうね、これもちょっとお正月っぽいなっていう感じですね。だるまとか、まあ、でもディズニーランドとシーの年賀はがきだっていう感じが、これこの2枚かな、出てるね。縦と横でこの2枚がすごくね、シンデレラ城とプロメテウス火山も載ってたりしますね。続いて買ったのが、先ほどのね、ハガキと、まあ、ハガキ買わない人でもね、これいいなと思ったの。お正月で、ね、俺一番おすすめです。スタンプですね。キーとシンデレラ城が黒インクで、下のね、ティモンとプンバとかが載ってるのが赤インクになっています。で、これでミッキーとかね、ドナルドとかがスタンプを押せるので、スタンプを押す感じにするんですよね。イノシシのマーク以外はね、多分来年も使い回せたりするのもね、すごくいいなと思いました。続いて買ったのが、お正月らしさある、お年玉袋です。こちらはお値段500円で、3枚連結してお年玉袋がね、入っております。もう社会人なんですよね。でね、まだ学生なんですけどね、弟がいるんですけど、まあ、地元にね、年末ちょっと前には帰るんですけど、その時ね、1個だけしか使わないんだけど、どれかね、お年玉ね、あげるように今回、ディズニーランドとシーの近くにいるので、なかなかね、地元だと弟ってなかなかディズニーとか行けないので、気持ちだけでもって思って、お年玉袋はこちらで購入させていただきました。100円で3袋で、ランドとシーでしか買えないデザインっていうのは、いいなと思ったので、今回ね、ワンコインで買えるところが魅力的だったので、ご紹介させていただきます。裏面こんな感じです。続いて買ったのがこちらのピンバッジです。自分の購入品紹介見てもらえばわかるんですけど、ピンバッジはね、季節ごとにね、絶対買っていて、今回もお正月だったので買わせていただきました。またこれもね、コルクボードにね、たくさん貼ってるところもね、今後ご紹介できたらね、していこうと思っております。続いて買ったのがこちらのお椀です。イノシシマークとかミッキーとかドナルドとか、メインアートがね、横にね、広がってる感じですね。950円でね、お味噌汁とか入れたりするのにね、いいかなと思って今回買ってみました。最後はお正月グッズのお菓子をね、一つだけご紹介していきます。これね、すごいコスパいいって思ったんです。こちら、おしるこ。側面のデザイン可愛いっすね。で、お値段700円で、7月17日までかな、来年の。かなり日持ちしますね。中開けたら4袋入ってました。こんな感じですね。お、個包装も可愛いね。で、おしるこの作り方が書いてあります。先ほどね、洗ったばっかりのお椀に、お湯を注ぎます。おー、やばい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 、うわー、もう結構でも美味しそうな色してる。甘い、甘い匂いする。いただきます。あー、なんて言うんだろう、ちゃんとした小豆 100% っていうよりはね、ちょっと甘めっていうか、僕の水分水量が多かったのか分かんないけど、ちゃんとね、お汁粉の味はしてます。うん、
お汁粉なんだけど、ちょっと甘いかな、甘さが強い。うん。これが洋袋入ってるので、仕事終わりとかね、体がちょっと疲れてる時の一息とかね、自分用のお土産にもいいかもしれないです。ディズニーだとカップ麺とかね、ミニカップヌードルとかってこういうのあるんだけど、お汁粉ってね、なかなかないから、お正月限定だったので、今回ね、動画内でご紹介させていただきました。以上、お正月の購入品紹介の動画でした。おすすめはね、僕的にはやっぱり今使い回しができるこのスタンプがね、かなりいいかなと思いました。他にもお菓子だったらチョコクランチのね、きなこ味とかおせんべいとかね、定番のものからね、お菓子のチョコレートのお正月の缶とかあったりとか、たくさんね、まだお正月のもの今回は動画内でご紹介できなかったんですけど、今回自分がいいなと思ったディズニーのお正月の11月30日販売した購入品をさせていただいております。それでは次の動画でお会いしましょう。ここまでご視聴いただきありがとうございました。この動画良かったと思った方は下の高評価ボタンという方はチャンネル登録のボタンお願いします。 Twitter と Instagram 概要欄にあるので、よかったらフォローお待ちしております。それではバイバーイ。スタンプとかね、こんな感じになっていて、これどう使うんだろう。あ、そういうことか。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画良かったと思った方は下のチャンネル登録のボタンご登録お願いします。よかったら他の動画もアップロードしてますのでご視聴ください。それではバイバーイ。